階段を上がると広間が広がっていった。地上が近づいているはずなのに、天井が崩れていないこの部屋は、下の階よりも暗く感じる。気をつけて。巨人の気配は感じる。さっきの巨人以外は近くにはいないみたい。下の巨人も上がってこないようだ。とりあえずよかった。一息つけるね。ごめんなさい。何？どうした？どうしたの、ミカサ？二体しか倒せなかったから。あなたを守ると約束したのに。そんなことはいいんだよ。ミカサが無事なら。ミカサ、落ち込んでるみたい。ミカサ、元気出して。それより、怪我はない。大したことない。少しはあるってこと？大丈夫？無茶したらダメだよ。ダラ。わかった。気をつける。ただ、ブレードをまた使い切ってしまった。ああ、ブレード、なくなったのね。どこかで補充しないと。そうだね、武器がないと不安すぎるし。待って。え、ミカサはどこに？こんなものが。なんだ？お、これは。またメモあったの？暗いのによく見つけたね。少し目が慣れてきたから。でもさすがに文字までは読めないよね。イカさ、とりあえずこのメモが読めそうなところまで移動しよう。わかった。暗くてってことか。さあ先に進もうになってね。ここならメモが読めそうだ。メモには手書きの地図が書かれていた。これは地図。多分。だとしたら、ここが今私たちが上がってきた階段だ。下の階より少し広いみたい。地上に出る階段は。うん、多分ここだ。でも地上にはきっと巨人がいる。そうだね。たら、ここ。え、あ、武器庫。それに補給室って書いてある。地図には武器庫補給室の文字が書かれていた。この地図が正しければ、地上へ続く階段に行く途中にそれらの部屋があることになる。いや、都合がいいぜ。もしかしたら地上に出る前に武器が手に入るかもしれない。わかった。立ち寄ってみよう。うん。オッケー、地図ね。崩落の影響だろう。床がわずかに崩れている。気をつけて歩いた方が良さそうだ。もう少し、もう少しで地上だ。急にあれ来るからな。落ち着いて、ダラ。え？歩くのが早くなってる。でも焦るのはダメ。そっか、そうだね。ありがとう、ミカサ。うん、行こう。書棚が並んでいる。まるで書庫のようだ。誰かが来た形跡はなさそう。ここも調べる。まあ一応調べた方がいいんじゃない。わかった、調べてみよう。まあ一応ね。本と本の隙間に紙のようなものが挟まっている。これはほら、古びたメモ、手書きの文字が記された紙切れ。紙切れって言うんだけど、紙片には殴り書きの文字でうるさい、うるさい、うるさいと書かれていた。いや、ここの謎がまだ全然ね、解明してないんだよね。どういうこと？だら、そのメモが脱出の役に立つとは思えない。それよりも先に進まないと。あ、うん。早くエレンとも合流しないとね。でも、どうしてこんなメモが引っかかるな。いや、なにこれ。調べた方がいいんじゃないかな。ごめん、やっぱり少しだけ調べたい。わかった、それなら。ありがとう、できるだけ早く済ませるね。歴史書や戦術書。ん？これは地図。壁内のだ、いろいろ書き込まれていて、読みにくい。頑張って読んでみようか。いやー、なんだよ。
またこれ時間のあれがあるのかな。でも調べた方がいいよな。ん？バツ印がたくさん書いてある。なら、あまり時間をかけている場合じゃない。そうだね、時間もないんだし。ごめん、他の場所に行こう。いや、何？あんまり調べらんないんだ。地図によるとここが武器庫らしいけど、鍵がかかってる。先に補給室から調べよう。この部屋を調べよう。うん、わかった。ちょ、一旦トークタイムを挟むか。ボンベにガスが残っていれば立体起動できるようになる。調べてみよう。なら、なんでニューになったんだろう。子供時代。その話いいと思う。以前は山奥で両親と暮らしてた。イエーガー先生に引き取られて、私はエレンたちの家族になった。楽しかった。お、エレンやアルミンたちと話してるのと同じくらい。そりゃ俺も志願しなく出身だからな。私は人と話すのはあまり得意じゃない。でもあなたとは楽に話せる。ここから脱出した後もまた話せたら嬉しい。地上までもうあと少し。油断しないで。よし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 、そう話した甲斐が。古い紙が、木箱の下敷きになっていた。あるね。これは誰かの日記みたいだね。古い日付が書かれている。ある男の日記によ。はい。貴族に怒ってる。これを書いた人は調査兵団の関係者みたいだけど、一体誰なんだろう。ガスボンベじゃないこれ。これは立体起動装置用のガスボンベ。中にガスは。まだガス。ガスが入ってる。喋ってくれた。これで立体起動装置が使える。早速補給しよう。ええ、よかった、これで戦える。曲もなんか変わったね。あなたのも貸して。うん、あとはもう一度ブレードを見つけられれば奴らを倒せる。ブレード、ガスまたブレードもあるかもしれない。あとは武器庫の鍵が欲しいね。ええ、急ごう。装備情報が更新されました。 OK。 扉の表面に文字が書かれているのを発見した。鍵、女王の番号を忘れないように注意。番号は自由の翼の分かれた白の個数。自由の翼って調査兵団。装備を見直してみる。何かわかるかもしれない。ほう、装備を見直す。いや、あ、これの数か。なるほど。ちょっと待って。3、6、9、12、15、18、21、24かな。そういうことね。なるほど、24だ。 OK、 鍵が開いた。大きい鍵、全体にサビが浮かんだ。大きな黒色の鍵、もしかして武器庫の鍵かな。そうかもしれない。よし、鍵が開いた。さあ、ブレードがあればって感じね。ここを調べようか。わかった。エレン。大切な家族。エレンは大事な家族。赤くなってるぞ。私はエレンに助けられた。彼がいたから私は今生きている。だから私はエレンを守る。あなたは？え、私？いつも私ばかり話している気がする。あなたも話して。急に言われると困るな。何が聞きたい？何を聞いたらいい？そうだな。
好きな食べ物とか？じゃあそれを聞かせて。好きな食べ物は？うわ、なんだろう。どうしよう。別に何でもいいのかな。シチューにするか。エレンと一緒。私、シチューを作るのは結構うまいんだよ。帰ったら一緒に作ろう。ええ、そのためにもまずはここから抜け出さないと。不思議、あなたのことが少し分かった気がする。少しは仲良くなれたかな。分からない。でも一緒に戦う仲間としてこれまでより心強く感じる。それも不思議。楽しかった。エレンやアルミンたちと話してるのと同じくらい。よかったぜ。よしよしよし。ちょっと恐怖がね、下がってくれれば。クロスボウが飾られている。残念ながら錆びって動かないようだ。使えない武器を持っていても仕方ない。皆を探そう。うん。またあった。ブレードがこんなに。よし、たくさんあるね。使えるといいけど。さっきと同じ。どれも古いけど使える。いいぞ。古びたブレード、古びた対巨人用ブレード、私も持っていこう。よし、どうかした？こんなにたくさんのブレード、それにさっき見つけた補充用のガス。うん、この城は一体何なんだろうね。わからない。ここは何？ここは、うわ、何なんだろう。城主が何か企んでいた。もしかしたらここの城主が何かよからぬことを企んでいたじゃん。ごめんなさい、今は考える時じゃない。ガスとブレードが手に入った。これで巨人と戦える。いや、ちょっとまだ謎があるね。きっと塔の屋上にも行けるよ。ええ、あと少し行こう。うん、さあ装備情報更新。槍が立てかけられた壁に小さな文字が刻まれているのを発見した。ちょっと待って。最初は1、その次、次はその2倍。最初は12倍、3回目はその2倍、最後はその6倍の半分の半分、その6倍の半分の半分。ちょっと待って、なんだろうこれ。ここは倉庫だったようだ。何か役に立つものが見つかるといいけど。この部屋も調べてみる価値はあると思う。そう、わかった。ミカサ急いでるからな。木箱がある。それぞれの面は少しずつ動かせるが、発酵が開くまでには至らない。うん、面にはそれぞれ1から6の数字が刻まれているようだ。開けるか試してみよう。うん、これもしかしてあれなんかな。さっきのやつかな。最初は1、次は、その2倍2、ね。で次が、その2倍だから4で、4の6倍の24割る2で12の、だから6か。お、木箱が開き中から鍵が出てきた。いいね、ちょっとスムーズだよ。鍵みたい。どこの鍵だろう。わからないけど、いずれ使うと思う。持っていこう。ボロボロになった紙を見つけた。お、あるね。情報、破れた紙片。これってやっぱり私たちも見た地下牢とかのことを書いたものなのかな。多分そう。少しだけ私たちに似ている。そうだね、私たちも早くここを脱出して仲間たちと合流しなくちゃいけない。他のことを考えるのはそれからだ。
他に気になるところは？行こう。いや、もうないか。OK。ミカサは扉を開けて外に出ていった。それに続こうとした瞬間、どこかで大きな崩落が起きたのか、激しい揺れが長時間続き、気がつけば目の前で扉が閉まっていた。え？ダラ、何が起きたの？わからない。急に扉が閉まって。あれ？開かない。ミカサ、そっちから開けてもらえるかな？開かない。鍵がかかってるみたい。私だけ閉じ込められたってことか。改めて辺りを 見渡した。この部屋は壁も崩落しておらず、出口はこの頑丈そうな鉄の扉しかないようだ。そして扉には仕掛けらしきものどころか鍵穴すら見当たらない。ミカサ、今は近くに巨人の気配もしないみたいだ。だから君一人で地上を目指し港合流してくれないか？どうして？仲間と合流すればエレンの無事も確認できるはずだ。大丈夫、私はここでおとなしく皆の助けを待っているから。だから早く行って。あなたの言うことは聞けない。え？あなたをこんなところに置いていくつもりはない。私はあなたと一緒にエレンの元へ戻る。だけどこの扉はこっちからは開きそうにないんだ。ここで時間をかけてたらそっちに巨人が現れるかもしれない。だから、そう、そちらから開かないならこちらから開ければいい。扉の脇に何かある。仕掛けかもしれない。ミカサ、詳しく説明してもらえる？わかった。扉の脇には3つのくぼみがある。それからくぼみと同じ形をした石板のようなものが落ちている。それだ。きっとその石板をくぼみにはめると扉が開くようになっているんだ。ミカサ、床に落ちている石板は何枚？3枚。それぞれ絵が描いてある。どんな絵？1枚は馬。1枚は王女。もう1枚はウォールマリアの紋章だと思う。もっと手がかりが欲しいな。仕掛けの周りに何かないか調べてくれる？くぼみの近くに文字が刻まれてる。終わりは次の始まりって。馬、王女、マリア。チェスかな？マリア、王女、馬。あ、しりとりか、単純に。わかったぞ。これはわかった。終わりは次の始まり。終わりと始まりってどんなことを意味してる？言葉の最初と最後。馬が描かれた石板は何枚目にはめればいい？王女馬マリアだな。王女馬だから2。王女が1、マリアが3だね。 OK、 これはいけるでしょ。 OKOKOK。扉が開いた。ありがとうミカサ、おかげで助かったよ。私はただあなたの言葉通りに動いただけ。でもミカサが協力してくれなければこの扉を開けることはできなかった。だからお礼を言わせてほしいんだ。ありがとう。お礼はあと2人で脱出できてから聞く。そっか、そうだったね。それじゃあ行こうか。今度こそ階段に続く扉へ。さあ、これはもういよいよ出れるか。右に曲がる通路の突き当たりに、扉らしきものが見える。普通に行けばいいのかな。来たよ。この扉、鍵がかかってる。もう鍵は取ってきた。さっき見つけた鍵が使えないかな。
鍵は開いた。行こうだら。部屋の奥の壁が大きく崩れ、ほとんどなくなっている。これは。崩れた壁の向こうは天井も床も崩落して吹き抜けになっているように見えた。でも地上まで来れたってことだよね。ミカサ。奥の部屋に上への階段が見える。そこを上がればきっと。わかった。来た。急に来るからかな。この気配、間違いない、巨人だ。この穴の底の方から。うわあ。そんな、どうして巨人がここに。大きい、5メートル級、それ以上かも。さっきまで穴の底にいたはずなのに、まさか。穴の底から飛んだ気功種。気功種か。この部屋に這い上がってくる気だ。ミカサ、早く上へ。飛行士を操作してるな。ダメ。このダラーを消すため。ミカサ。動きの読めない飛行士をこのままにはしておけない。まだ下にエレンがいるかもしれないから。巨人が動くたび、建物全体がわななくように震える。天井、床、壁、脆くなった建物が悲鳴を上げているようだ。建物が持たない。早く倒さないと。あの気功師を倒す。ダラ、ミカさん。私は戦いたい。だけどあなたと約束した。あなたの判断に従うと。私の判断。ミカサはエレンのために戦いたいと言っている。だけどもし私がやめろと言ったら、やめろって言ったら従うつもりなんだろうか。イカサは私の答えを待っている。急がないと、もう時間がない。急いで巨人を倒そう。ダラ、エレンがまだいるかもしれないのに危険にさらすわけにはいかない。私も同じ気持ちだよ、ミカサ。ありがとう。ブレードもあるからな。下がってて。やった。まだうなじに届いていない。巨人がこちらに顔を向けたまま不規則に動くため、さすがのミカサもうなじを狙いに行くそうだ。ぐずぐずしている時間はない。私も何かおとりになるしかないんじゃないか。おとりになる。ミカサ、私がこいつを引きつけるから、その間に。ダラ、こっちだ巨人め。早い。ダメだ、捕まる。わっ、ミカサの腕の中。無茶してはダメ。ごめん、危うく潰されるところだった。だけどいい手だと思う。そうよな、それしかないよな。ミカサ、タイミングさえ合えば私の合図で飛べる。うん、やるよ。この位置で引きつけて、私が行ったら向こうへ飛んで。わかった、大丈夫、きっと大丈夫、ミカサなら。来た。今と。うわあ、捕まれる。いや、急に気を抜かないで。十字キーもあるんかい。あ、ちょっと待って、あぶね。間違えた。一個間違っちゃった。え、ちょっと待って、あぶね。結構テンパる。
危ねえ。よかった。行けたよね。結構テンパったぜ。おお。決まった？あ、やった？すごい。うなじが一発で。やっぱりミカサはすごい。こんなにも強いんだ。巨人が落ちてくる。大丈夫。うん、やったミカサ、すごい。建物も被害は最小限に抑えられたんじゃないかな。よかった。あなたが手伝ってくれたから一人では無理だったと思う。そうだったら嬉しいな。これでまたまだエレンが地下にいたとしてもきっと大丈夫だね。あ、私は今のでガスがなくなっちゃったみたい。大丈夫かな。私ももう残ってない。え、ミカサも？危なかったね。じゃあ補給に戻った方がいい？すまん。え？もしエレンがもう上にいるなら戻る時間が惜しい。このまま上へ向かおう。それはそうだ。ミカサはエレンに会いたいんだ。そのためにも少しでも早く塔の屋上に。わかった、行こうミカサ。うん。漫画原作ゲーム、映画小説原作ゲーム、不定期生配信ではデッドバイデイライトを中心に様々なゲームをしていますので、他の動画でもダラダラしていてね。登録力おそらく8万5千まで上がるはずだ。バカだ、まさか、まだ上昇している。